新しいおもちゃを出したら、リュウちゃんがお気に入りになったらしく、オイラも貸してほしいでやんすな。マビちゃんは見学中だよ。リュウちゃんそれ気に入った、モフモフ。ダメ、サブちゃんは。なんで、オイラだって遊びてでやんすよ。ちょっとこっそり撮ろうかな。ダメダメ。ん？ダメ。他のおもちゃで遊んでな。ほっちゃかね。ほっちゃほっちゃほっちゃ。うわ、こっちほっちゃほっちゃほっちゃ。ほっちゃほっちゃほっちゃ。よく掘って、手前におもちゃが移動してくるね。ミラクル、ミラクル。全然違うとこ掘ってるからね。てかさ、フローリングのシール貼ったのどんどん剥がれてるから、ちょっと、そろそろあれだね。上から貼らないとダメだね。オーラだって遊びてえな。おい。ダメ、ダメダメ。僕がいた。気に入っちゃったから、これ今。なんだその遊び方は。リュウちゃんのその遊び方も不思議だね。掘ってんの、掘ってんの。掘って、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 掘って。不思議な竜の不思議なおもちゃの遊び方ってタイトルにしようか。お前雑巾掛けか、それ。雑巾掛けてんのか。モップ掛けか。貸して貸して。サブちゃんがおもちゃ貸してもらえないなんてさ、100万年に1回ぐらいじゃない。これ相当気に入ったみたいだね。いっぱいおもちゃ他にあるのにさ、なんで一つのおもちゃがいいんだろうか。なんでい、なんでい、なんでい、なんでい。寂しい気持ちだでい。